これから若洲海浜公園へ行きます。気温は今32度ですか。さっき34度だったんですよね。ちょっと雲が出てきて気温が下がってきましたね。夕立になるかもしれないけど、まあ気にならないですね、こんな気温だったら。というわけで若洲に行きます。昔はですね、ここの近くに餌の自動販売機があったらしいですけど、今はですね、教習が24時間営業になってますので、行く途中で買えちゃうということはあります。なのでいきなり思い立っても、まあなんとかなるかなと。若洲にもね、餌の自動販売機はありますので、夜いきなり釣りに行きたいと思っても、もうこのご時世であればなんとかなる。まあ、肝心の若洲海浜公園がちょっと今どうなってるか、ネットではなんとなく情報を見てきたんですけど、釣りがどの程度できるか確認してみたいと思います。若洲はもうこの辺まで来ちゃうと、もう工場しかないですね。人も住んでないんで、夜中は気持ちのいい道になります。まあ、明日もかつては4年ぐらい前ですかね、僕はもう車で夜中行ってた時に、もうライダーさんたちが結構集まってて、尋常じゃない量が集まってたんですよ。で、ちょっと怖かったですね。まあ、ちょっとそんなことを感じてるうちに、明日も夜中はバイクで来ちゃダメよっていう風なルールが変わっちゃいまして、21時以降はバイクで侵入はできないっていうルールになってるかと思います。まあ、21時までに侵入してしまえばいいんですけど、まあそこも確認しましょうね。道が悪いなぁ、ガタンガタン。ここを曲がれば若洲ですね。まあ若洲は東京湾の釣り場の中では割とこう海側に近いので、クロダイとスズキだけしか釣れないって状況ではないですね。メバルとか釣れますよ。あとあれです、アジとかその辺も回ってきますね。はい、久しぶりだな。もう車で行って以来ですね、若洲は。風が、はい、ファミマじゃなくオートマート。どうも公安局、東京都公安局の縄張りの中ではオートなんとかになってあります。なんでそうするかはなんか聞いたけど、なんか納得できない理由です。ゴルフリンクスですね。でここで間違えて止めちゃうと釣り場まで超遠いんで、近いバイカーが集まるエリアですね。本気だ、ごめんよ。まあ定番ですね、東京ゲートブリッジありますからね。今日は風強いから気をつけて渡ってくれ。ここ釣り竿しょってるね。まあ今から釣りに行ったって夕まずめになんないと釣れませんよ。それで若洲ですね、左に行ってぐるっと U ターンする途中に駐車場がある。車の人は1回500円ですね。バイクはタダです。おー、結構人来てるね。二輪はどっちだ。失礼。これバイク置き場だね。さて、今日は釣りはしないけど釣り動画持ってきてますね。ちょっとどうしようかな。撮影したいからな。端っこがいいんだけどな。ちょっとうちにある釣り道具ほとんど持ってきました。これが投げ竿、20年前に買ったカーボマスター SS2 ですね。30の390。ちょっと一回バラしてみましょうか。はいはいはい。とで、まあ、どれぐらいこのバイクに釣り道具を詰めるかをちょっと今お見せしますね。
今日は釣りはしないんです、実は。そのためだけにこれ持ってきてます、ね。よっこいしょ。外して、このバッカンね。バッカンがあればほとんど釣り道具入っちゃいますからね。よいしょと。あとは、これですね、ロッド。このロッドケースがね、アブガルシアのクロスフィールド X ってやつ、コンパクトモバイルロッドね。このロッドケースがね、いっぱい入るんですよ。ほら、クロスフィールドこれね。これもね、ガイド変えたの。この富士製のやつ。これで絡みにくいね。トップだけまだ変えてないけど。まあいいでしょうってことですね。で、クロスフィールドね。あとこれがね、ちょい投げ。サオですね。実は、狩猟で使ってますね。カモを回収するのに使うんですけど、ちょうどいい長さですね。これ何メートルだっけな。3.05 ですね。ホリデースピンですね。これもドノーマルの竿ですね。あとこれ。これがね、シュワジギングで使うやつね。去年シマノから出てるやつで、フリーゲーム XT ですね。いわゆる10フィートロッドですね。一番長いやつですよ、これ。だから、30グラムぐらい。もうちょっと飛ばせるかもしれないけど、忘れたけどね。それぐらいのね、ジグが飛ばせるんですよ、これ。というわけで、これね。これ、ボート用のやつ。アマゾンで2000円ぐらいで売ってました。こうやってね、止めるね。で、これで、リアステップに固定して、もう全然動かない。これで高速も OK ですね。で、これに1本刺して、で、2本目はこう、くくり、ビニールテープで巻きつけてるんですね。これで落ちないね。それを、こう、ロッドベルトで止めると。そうすればもう、全国どこでもこの状態でいきます。で、これね。で、これが、カーボマスター SS2 ですね。35の 3.9 ですね。尻が抜けたんで補修してます。で、ガイドはね、一番下のやつだけノーマルですけど、あとは、絡まないタイプのやつね。富士製のガイド。変えてる。まあ、ガイドなんてどれも富士製なんですけどね。これね。全部絡まないタイプに変えましたね。これでもう、投げた時のトラブルも激減と。ということです。けど、ここに引っかかるんだよな、よく。ここはもう、振り出し竿である以上、変えようがないので、このままいきます。これに、これと。これね、リンユーサイ。これが、風呂台釣ってる落とし込みの竿ですね。実は昨日ですね、穂先折っちゃったんですよ。だから今日、この帰りに修理に出そうと思ってます。穂先がね、1万4000もするんですよね、ちょっと。で、このリンユーサイね、シマノのご自慢の、スパイラル X、ハイパー X がついてますんで、30センチクラスだったらもう何も気にしないで勝手に浮いてきますね。いい竿ですよ、これ。高いけどね。はい、ということで、竿関係は以上かな。あとリールね。あとリールと、これね、落とし込みベルトって言われます。で、リールが、実はこんなにいっぱいね、持ち歩くことないんですよ。こんな欲張って釣りなんかできないですよね。はい、これが、バトルフィールドクロダイのドラグ付きのやつですね。これをリンユーサイにつける感じですね。こんなスタイルですね。で、僕はね、この感じ。で、糸がこう出ますね。だから逆回転なんですね。こうちょっと引き上がって、こうすると出てくると。それで、あとこれがね、ヴィンテージものですよ。チタノス R5000。これ投げ竿のね、これほんと20年ぐらい前に買ったやつ、まだ使ってるんですね。これがね、小さくていいんですよ、投げ竿のリールで。これでもね、100メートルぐらい飛ぶんでね、十分ですね、これでね。で、これでテーパーラインと B ラインの1号。それとあと2つですね。でもこれはね、もうリールはね、安物。これは、サハラの4000番。これ、シュワジギで使いますね。もしくはこのカモの回収ロッドにも使うと。要は、ちょい投げ兼シュワジギです。でこれは、やっぱ PE の1号ですね。
これでもね、40センチのね、青物上がりますって十分です。それと、あとこれね。これもサハラですね。サハラの3000番。で、アブガルシアのクロスフィールドの、これはね、7フィートのやつですね。小物を狙いに使うんですね。ちょい投げにも使うと。で、こいつのリールは、まあ、こいつと兼用ということですね。まあ、今年、ちょっともうちょっといいめのリール買ってもいいんですけどね。あんまりね、リールが高いとね、大事にして気使うんで嫌なんですよね。で、ほどほどがいいですね、リールは。少なくともワンオフでのフィッシングではそうですね。それと、あとこれね。投げ釣りでは必要ですね、うん、指ガードね。ヨットベルトの中は、今日はもう適当に来ちゃったんで、これね、タモと変更グラスですね。これは、あれですよ、一応ね、昔買ったんですよ。タレックスを。タレックスとレーガンのフレームですよ。もうベタベタなタイプ感じですけど、若かったな、昔は。あと、この中はメジャーと、メジャーはね、普通のでいいんですよ、こんな。あんな高いね、何十センチもある。あと、これ、落とし込み用のこの目印セットね。あと、釣り、ドッグズワインとか。あと、これが、落とし込みで使うハリスですね。1年で1本使うんで、もう、グランドマックス FX の 1.5、これ一択ですね。で、あと、落とし込みの重りということですね。で、針が、まあ基本的にこっち側しか使わないね。針がね、ガマカツの、名前はちょっと忘れたけど、ガマカツのね、2号と3号だったかな。刺さりがいいです。ただ、まあ、バラシもしますね。あとは、これがね、これが、寄り戻しじゃないんですけど、パラレルサルカンっていうやつですね。これがね、いいんですよ、落とし込み。これ、比重が海水とほぼ一緒なんで、秩父結びじゃなくてもいいんですね、これ。まあ、詳しくはネットで見てください。こんな感じですね。で、タモの絵ですね。まあ、ここはもう省略しますね。あとね、奥にカッパが入ってるのと、買い物用袋ですね。あと、雑巾ね。あとこれ、匂いが消えるティッシュ。これは大事ですね。です。で、クーラーボックスなんですけど、発泡でやってますね。これ軽いんでいいのと、あと、釣り場どうしても離れちゃうんで、取られても痛くない。2000円ぐらいしかない。今日は保冷剤入れてないです。これがロッドベルトにつける餌箱と、あと、磯目入れる餌箱ですね。で、これでもどこでも行っちゃいます。ちょっと小さいんで、もう一番何個大きいのを買おうと思ってます。ということで、まあ、こんだけ詰めれば十分じゃないですか。で、バッカン、このバッカン、うなぎ釣り専用のバッカンなんで、あんまりこんなところで使うために、やってくることはないんですけど、一応これね、これルアーセットね。あと、これが、サビキとかね。一応ね、これ、網姫ね。これ何でもできますよ。今からどんな釣りでもできますね、これ。で、あとはこっちは、うなぎ釣りの道具セットね。あとは、まあ、雑ルアーとか、パラコードとかね。ちょっとした修理もできますね。こんな感じですね。よいしょ。じゃあちょっとしまいましょうかね。やっぱりこっちの方がいける。どうしたかな。おい。よっ、これはしょ。
昔ね、9時以降周回するなって張り紙があったんですけど、今ないですね。ちょっと見てみましょうか。閉鎖してますと。おりますというかね。さあ、岸壁を見ましょう。豊洲が混むわけだね。あそこの収容が全部来ちゃってるもんね。いや、なるほどね。なんか壊れてるように見えないけどね。人口位相も結構混んでるね。ちょっとヘルメットね。怪しいな、俺ヘルメット被ったままだな。ザ・船虫。完璧見てみようか。なるほど、すごい人だな。はいはい、了解。令和元年度に襲来した台風15号19号により被災サービス施設の復旧を行ってます。施設再開時期は令和2年11月中予定。11月に開放してもね、まあのんびり釣れなくてもいい釣りを楽しみながらやるにはいいかもしれません。じゃあ出ましょうか。ロット修理に行きましょう。左にいるぞ。では今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。他の動画はございます。